基本スルー推奨ですよ。はい、どうもシンガーソングライター系 VTuber 元住吉野奈美です。どうも。VTuber が二次創作の扱いで炎上した案件について今日は一丁噛みしていこうかなと早めに熱い話題を取り上げておこうかなと思ってます。まあ取り上げるのどうかっていう話もあるんです。まあなので、まあ本当は名前とかちゃんと出してった、ちゃんと出してった方が、アクセス取れそうなんですけど、中途半端に名前とかは出さない方針で。まあ大手 VTuber さんがね、二人がね、BL 二次創作で、同人誌をですね、いじって、まあこれが、まあ炎上するということが、やばい、喉がおかしい。まあ、そんなことが起こったわけですよ。で、まあいじってですね、まあ結果作者が鍵アカウントになり、うん。で、まあそこに対して、信者が突するみたいな。前なんかいっぱいはしょったな。いっぱいはしょったけど、そういう構造ですよ。がざっくり言うと。まあ、信者が突するのは一番、あれだな。発端も問題かもしれんが。まあなんかいろいろあるわけですよ。まあ、ただ二次創作っていうのは、まあそもそもグレーというか違法というか、作者公式、が、黙認しているから OK なだけ OK っていうか、なんか成立してるだけで、まああんまり本当は訴えようと思えば訴えられると。でまあ民事になるよね。民事で、あれになると思うんですけど。で、ツイッターで歌ってみたとかやるの実は違法ですよ。YouTube は歌ってみたけど、ジャスラックの楽曲に関しては OK。うん。二次創作。で、まあそんなわけでですね。まあ、作者が、まあ、その違法性を認識しているからこそ鍵アカウントになるということなんですけどね。うん。で、まあ、それに対して、鍵アカウントになった男に対して、大手 VTuber に対する攻撃的なコメントがあり、それに反応する形で信者がその作者に対して突を仕掛けるみたいな。なんかそういう構造になってるみたいなんですよ。で、対して、VTuber アンチ側の意見としてですね、二次創作にも著作権がある的な話が、反論を見かけたんですけど、まあ、これは、明確におかしいやな。批判としては。っていうのは、別に二次創作されたものの著作権を侵害はしてないでしょ。うん。せいぜい名前を言ったりとか、数行のセリフを引用してるぐらいなので、その、まあ、引用要件を
実はまあ逆にね、作品名を明らかにしちゃう、何が逆かって作品名なんか言わない方が本当はいいんですよ、あれ。うん、言わずに配慮して、まあ何の作品か分かんないような状態で、やっておけばよかったわけなんですけど、よかったっていうのはマナー的な話だよね、うん、なんだけど、逆に作品名を明らかにすることによって法的な問題がクリアされてるんですよね。そうね、引用する場合は何から引用してるかってことをちゃんと言わないと引用にならないんですよ。逆に著作権違反的な話になる可能性があるんですよ、うん、まあただ数行のセリフを言ったぐらいでどうなのかっていう話はあるんですけど、でまあ基本的にこの VTuber が悪かったっていうのは法的な問題ではなくてマナーの問題であると。同人マナーの問題なんですよ同人マナーの問題 で同人というものはまあ基本的には一部の内輪で楽しむもので、まさにこう二次創作みたいなものに関しては、うん、まさにそうで、だからあの同人誌即売会とかも実は売ってないんですよ優勝でただ配ってるだけであって、あのそこで利益を得る小活動ではないっていう体でやってるのねもうその辺からなんかパチンコの3点方式みたいな感じでしょそうなんですよ。まあなんでですね、そもそもこうやって拡散する行為自体がマナー違反なわけ、うん、だから名前とかも作品名を明らかにすることとか、そういうことがマナーをに違反してるわけですよ、うん、でまああと作品に対する敬意を書いていたんではないかみたいな話はあるんですけど、まあ敬意を書くことに関してはまあどっちでもいいやそこまで問題ではなかろうと思ってます、元住吉七尾的にはね、うん、まあそれはさておきですよ。まあ褒められたことではないのかもしれんが、うん、でね、こんなわけでインターネット時代のなんかと同人のあり方、二次創作のあり方と、まあ、特に二次創作の同人のあり方とインターネットの時代ってなんかもう合ってないような気がするんですよね、まあ、その辺の法的にちゃんとクリアされるような同人の作り方みたいなものっていうのが、二次創作のやり方っていうものが出来上がればなんかみんなハッピーになるような気がするし、逆に、うん、ちゃんと法整備すると全部取り締まることになって二次創作は、絶滅するという公式が、二次創作いいですよ、ガイドライン出してる作品以外の二次創作は全て NG という、二次創作暗黒時代が来るか、まあどっちかかなっていう気はしてます。はい。で、まあ今回構図としてはね、まあそんなようなわけでですね、まあ発端となった VTuber の人のマナーの問題あるんだけれども、まあなんかそれに対してアンチがうわーって騒ぐことっていうこと自体がこの拡散するっていう行為になってきてですね、まあこの元住吉なのがこうやって動画を撮ってることもどうなのかっていう話はあるんですけど、まあそんなわけでですね、
あ、VTuber のアンチがもう、もうだよね、もう作者を巻き込んで攻撃しているという作者を攻撃してしまっている図らずもだよね。いや本当に作者のことを思うんであれば、あんまなんか大ごとにせん方が本来は良いのだけれども、なんか VTuber 憎しでね憎しでね動いちゃってるところっていうのが結構ある気がするんですよね。まあ VTuber という文化自体がちょっとなんだろう、閉じ込ん的なところがあって、入れてない人たちのヘイトがね溜まってるところがあるような気がするんですよね。まあそんなようなことを思いましたとさっていう話なんで、まあ基本スルー推奨ですから、はい基本スルー推奨なのにスルーしていないいないのはこの案件でちょっとアクセス稼いでやろうかなっていうあれがあるからです。あの下心があるからなんですけどすんません謝っておきます、ごめんなさいまあでもね、あのもうすでに名前を出してこうやっとあのね解説しますみたいな動画とかバンバン出てますからね、 YouTube 怖いなって思いますよやっぱあれぐらいの面の皮の厚さがね、やっぱね YouTube で成功するに必要なんだろうな思ったりしてます。そんな感じです。じゃあ、バイバーイ。